はい、ということで皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、えーまあ、本当に急遽動画を撮らせていただいております。えー、サムネタイトルでもわかる通り、サンフレッチェ広島のもうレジェンド的存在でもある、えー、柴崎浩介選手が今季限りでの、えー、現役引退を発表しましたので、まあ、そちらについて、えー、ちょっとね、自分的な感想というか、えー、この引退について思うことを喋、えー、らせていただけたらなと思っております。 まあここ最近ね、本当に、あのー、ショータイムの方、動画あげることができず、えー、本当に申し訳ないと思っております。ちょっとね、あのー、仕事の方も忙しく、なかなか、えー、編集の方も追いついてないのであげれてませんけど、まあ今週中には、あのー、ラストエディアの方、ようやく、まあ、完成しますので、そちらの方あげていきたいと思いますし、まあ、その他もね、えー、まあ今日、 この、コンセ選手の動画を上げますけど、まあ明日以降も広島の遺跡情報が出たり、まあそしたり、ええー、まあ、近日で言うとね、いろんな遺跡情報、J リーグの遺跡がかなり飛び交っておりますので、まあそちらまとめた上で、またね、えー、ご紹介できればいいのかなと思いますので、ぜひぜひお待ちいただけたらなと思います。 ということでですね、早速、えー、本日発表されました、柴崎光星選手が、えー、2023シーズンでの、えー、現役いた発表したことについて、えー、紹介というか、まあ、個人的な感想を、えー、喋っていけたらなと思っております。<laughs> まあね、広島というところは毎年のように、えー、情報網が固くですね、あの、いろんな、 他のチームは、まあ、この選手を取るんじゃないかなと噂が出ていますが、広島は一切出てなくて、まあ、唯一言えば、ーの、湘南ベルマレの大橋選手が、もしかしたら、あの、争奪戦に、この広島が参戦しているんじゃないかという、くらいの情報しかね、ないので、また今シーズンも、えー、まあ、このオフも、ちょっと広島としてはどのような状況になるのか心配な部分はありますが、まあ、いつも通りの広島ということで、まあ、補強やら何やら動いてることは間違いないのかなと思います。 まあそういうところを含めてね、楽しみにしていたさなか、まあ一発目誰来るんだろうということで、サポーターの中では、まあまずはスキッペ監督が、あのー、来シーズンの契約更新をしてほしいなどありましたが、まあ、まさかのちょっと悲しいニュースということで、えー、この柴崎昴生選手が、えー、現役一発表するという形になりました。 えー、柴崎選手はですね、現在39歳かな、えー、39歳の年で、ラ、まあ、来シーズンを行えれば3え40歳の年というところになっておりましたが、まあ、この39歳という年齢を節目に、えー、現役一体をすることを、えー、決断した模様です。 え、ま J1 のところでも言うとね、えー、ようやく今シーズンというところで301試合かな、えー、300試合を突破したというところもありましたし、まあ、そういう節目のシーズンというところもあり、まあ、この現役引退を発表したのかなと思いますが、まあ、個人的には来年、あの、進出さというところで、このベテラン枠としてですね、えー、さらに戦力になってほしいなというところはありましたが、まあ、この柴崎選手が、え、この決断を引退したということで、個人的には、ま本当にお疲れ様でしたというところを言いたいなと思っております。 ま、島崎選手は2007年かなえー、に東京ベルディで、え、プロデビューを果たしてから、ま、川崎フロンターレ移籍したり、徳島ボルティス。ま、一度はね、東京ベルディに戻ったりというところで、200、えと、7年ん、ん ?2007 年だっけな ?2007 年じゃないなえっ、ー、と、2014年か <laughs>。14年ですね。え、14年というところに、え、このサムレッジ・広島に加入をしてくれました。 えー、まあ長らくね、広島で活躍したということもありますして、一番長かったのが、現役時代で一番長かったのがおそらく広島になるのかな広島かベルディになるのかなと思いますけれども、まあそれまだけね、この広島でも活躍してくれましたし、まあこのサムレンナもなっている通り、えこのリーグ優勝というところにも大きく貢献してくれた選手の一人になっております。 ま、近年というところでね、若返りを図る広島というところで、ベテラン勢がね、多く移籍だったり、まあ、引退をしていく中で、まあ、今シーズンのところで言うと、林選手がいたり、えー、この柏選手、えー、柴崎選手などね、えー、この経験値豊富な選手が、えー、この広島を引っ張ってくれる存在になっていましたし、まあ、若返りを図る広島の中で重要な、えー、このベテラン、えー、優勝を経験する選手の一人として、いろんな経験値を、えー、この若手の選手に伝えてくれたのかなと思っております。 まあ個人的にはですね、お父さんというところがベルディで、えー、この柴崎選手一緒にやっていたこともあり、えー、当時、えー、広島に移籍するってなった時はですね、めちゃめちゃ嬉しかったですし、まあベルディ時代の頃から本当に、えー、いい選手というところはね、間違いない、えー、確信していたところはありますので、まあそんな中で広島に移籍してくれて、もう広島ね、えー、上手い選手たくさんいるんですけど、まあこの柴崎選手の足元だったり、 え、まあ決してね、足の速いとか、え、いう選手じゃないんですけど、え、この足元だったり、技術の面でね、え、多くピッチを、ピッチの中で、え、チャンスを作る、え、存在にもなっていたんではないのかなと思います。まあ個人的には、え、柏選手だったりっていうところでね、え、今シーズン、まあ苦しい時間、え、なかなか出場機会を得れない中でも、え、この柏選手だったり、林選手ともにですね、え、切磋琢磨をして、え、限られたチャンスの中で、え、しっかりと結果を残すというところに、本当に、 えー、結果を残してくれたのかなと思いますので、まあそういう面では、えー、チャンスをね、えー、得れてない若手選手のいい見本というか、まあお本になってくれたのかなと思います。まあそんな中で、えー、今回、今季ですか、今限りで、この柴崎選手が引退となってしまったのは非常に悲しいですが、えー、この引退後というところでですね、ええー、と、広島の育成部門のコーチに就任することが決まりました。 まあ、ここは非常に嬉しいですし、また、広島の育成というところがさらに強化されてくるんじゃないのかなと思っております。まあ、そんなところではね、非常に嬉しいですし、この柴崎選手が広島に残ってくれるというところは、今後とも応援していきたいなと思っております。まあ、もちろんね、まだまだ動ける柴崎高生選手ということで、おそらく、まあ、J1 は、 えー、どうなのかなというところありますが、おそらく J2、J3 というところでも少なからず、えー、オファーがあったんではないのかなと予想している中で、えー、この引退を決断して、えー、広島でコーチをしてくれるということになりましょうね。またね、えー、第2の人生ということになりますが、えー、また来年から、えー、いいスタートを切って、まあ、広島に、えー、いい選手、どんどん発掘していってほしいのかなと思います。 まあそんな感じですかね。ホーム最終戦というところ、まあ、これからがレエディオンスタジアム、ラストのエディオンの動画でも流れますが、ヘア選手が、えー、っと、まあ、今シーズン限りの引退発表したということで、えー、っと、最終戦のセレモニーを行っておりましたが、まあ、この柴崎選手にもですね、ぜひ僕自身応援しをし、えー、やってほしいなというところはありましたのでね、まあ、来年の開幕戦になるのか、まあはたまた柴崎選手がまうちょっと、あのー、内気な性格で、えー、セレモニーはしなくていいという、言ったのか、ちょっとね、どのような感じなのかわかりませんけれども、 えー、まあ個人的に、えー、広島サポートしては、えっ、ーえー、と、来年の開幕戦であったり、まあ国き落としの際にですね、この柴崎浩介選手の、まあ一言、二言でも聞けたら、えー、嬉しいなと思っております。 まあ先ほどベテランの話をしましたが、えーと、カシ選手だったりというところもね、今シーズンでどうなるのか、ちょっと個人的には不安な部分もありますし、まあ来年新スタで、えーと、ピッチを走り回るカシ選手だったりというところを見たいなというところもありますので、まあここも、ちょっと注目しながら、ちょっと心配しながら、見ていければいいのかなと思いました。まあね、広島というところが、ここで、 えっと、第、まあ、第1号って言っていいのか分かりませんけど、まあ、挙手問題一人出ましたので、まあ、ここから、スキッペで監督であったり選手含めてですね、もろもろ、まあ、どんな感じで動いてくるのか、また、え、このショータイムで紹介していきたいと思いますし、まあ、毎日ね、ほんと目まぐるしく、え、J リーグの移籍噂だったり確定情報を含めて出ておりますので、まあ、そちらも今後とも、え、紹介できたらなと思っております。ぜひぜひね、チャンネル登録して、お待ちいただけたらなと思っております。 まあね、遺跡情報だって、あったり、まあ、様々な、えー、方とね、コラボして、このオフシーズンというところも盛り上げていきたいショータイムになっておりますので、ぜひぜひ、えー、お持ちいただけたらなと思います。そしてラストディアの動画ももうそろそろ上がりますので、お待ちください。そんな感じですかね、えー、今回は、えー、短い動画にはなりましたが、急遽というところで、えー、サンサレレチ広島に所属する、さ、えー、柴崎昴生選手が、えー、2023シーズン限りでの現役引退を発表したことについて、えー、個人的な感想を喋らせていただきました。 今日もご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうバイバイお疲れ様です皆さん風邪には気をつけて